坂口安吾戦争と一人の女野村は戦争中一人の女と住んでいた夫婦と同じ関係にあったけれども女房ではないなぜなら初めからその約束でどうせ戦争が負けに終わって全てがめちゃめちゃになるだろう敗戦のめちゃめちゃが2人自体のつながりの姿で 家庭的なななな愛情などといいうものは2人ながら持っていなかってかた女は小さな酒場の主人で妾であったが生来の陰本でちょっとでも気に入るとどの客とでも関係していた女であったこの女の取りえといえばあくせくお金を儲けようという魂胆のないことで酒が入手難になり営業が難しくなるとあっさり酒場を辞めて野村と同棲したのである。 女は誰かしらと一緒になる必要があり野村が独り者だからあなたと一緒になろうかというのでそうだなどうせ戦争でめちゃめちゃになるだろうからじゃあ今からめちゃめちゃになって戦争のめちゃめちゃに連絡することにしようかと笑って答えたなぜならどうせ女は野村と同棲して後も時々誰かと関係することを野村は信じて疑わなかった「嫌になったら出ていくがいいさ」 はめから野村はそう言って女を迎えたのである。女は遊女屋にいたことがあるので肉体には正規な愛情の喜びがなかっただから男にとってはこの女との同性は第一そこに不満足があるのだが低層観念がないというのも味方によれば新鮮なもので家庭的な暗さがないのが野村には好もしく思われたのだ。 遊び相手でありその遊びに最後の満足は欠けていてもともかく常に遊ぶ関係にあるだけでもないよりましかもしれないと野村は思った戦争中でなければ一緒になる気持ちはなかったのだどうせ全てが破壊される生き残っても奴隷にでもなるのだろうと考えていたので家庭を建設するというような気持ちはなかった女は快感がないくせに 男男から男と関係したがる将棋という生活からの修正もあろうが性質が本来ず抜けて陰本なので肉欲も食欲と同じような状態で喉の渇きを癒すように違った男の肌を求める。身受けされて目かけになるだけの要望はあり獅子が美しく全身の肉付きが好もしいだから裸体になると魅力があるのである。 妙に食欲をそそる肉体だだから女がもし世紀の愛情の喜びを感じるなら多くの男が迷ったはずだが一人も深入りした男がない男を迷わす最後のものが欠けていたお客の中には相当迷って近づく男もいたけれども女と交渉ができてみるとかえって熱が冷めてくるのはそのせいで。 女はまた執念深い交渉が嫌いのたちだからその方を好んでいた熱愛されることがなく一応可愛がられるだけの自分の宿命を喜んでおり気質的にも陰本だがあっさりしていた小柄な痩せているようで妙に肉付きの良い鈍感のようで妙に敏滑な動きを見せる女の裸体の魅力は本当に見飽きない 上をそそり立てるみずみずずしさがあふれていたそれでいて本当の喜びを表さないというのだから魂の抜け殻というようなものだが一緒に住んでみるとまた別な喜びも多少はあった <laughs> 女が快感を表さないから野村も冷静で彼は肉感の直接の満足よりも女の死体をさまざまに動かしてその妙なみずみずしさをむさぼるという喜びを見出した。 女は快感がないのだからしまいにはうるさがったり怒ったりする野村も笑い出してしまうのであるこういう女であるから世間並みの奥様膳と収まることも嫌いであるが配給物の行列などは大嫌いでさほどの大金も持たないのだが景気よく闇の品物を買い入れて大いにご馳走してくれる料理を作ることだけは嫌がらず あれこれこと品数を並べて野村が喜んで食べるのを気持ちよさそうにしているそういう気質は可憐んで浮気の虫がなければ俺には良い女房なのだがなと野村は考えたりした女は戦争が好きであった食物の不足や遊び場の欠乏で女は戦争を大いに呪っていたけれども 爆撃という人々のさらに呪う一点において女は大いに戦争を愛していたのであるそうだろうそういう気質なのだ平凡なことには満足できないのである爆撃が始まると慌てふためいて防空壕へ駆け込むけれども震えながら恐怖に満足しておりその充足感に気質的な枯渇を満たしているおそらく女は生まれて以来 かほど枯渇を満たす喜びを知らなかったに相違ない。肉体に欠けている快感をこっちで充足させているようなもので、そのせいか女は浮気をしなくなった。浮気の魅力よりも爆撃される魅力の方が大きいことは野村の目にも歴々わかり、数日空襲警報が出ないと女は妙にイライラする。ひどく退屈する。むやみに遊びたがり、浮気の虫が出そうになるが、 空襲警報が鳴るのでどうやら収まる状態が野村にわかるのである女は空襲によって浮気の虫まで満足されていることの正体を悟らなかったそして野村と共に奥様らしく定説に暮らしている昨今が心楽しい様子であった戦争が済むと私を追い出すの 俺が追い出すのじゃなかろうさ戦争が嫌をなしに追い出してしまうだろうな命だってこの頃の空襲の様子じゃあまり長持ちもしないような形勢だぜ私近頃人間が変わったような気がするのよ奥様暮らしが板についてきたわ楽しいのよ女は正直であった野村は笑い出すのだが女の気づかぬこのの正体を説明してやらなかった そして女の可憐さを楽しんだ奥様暮らしが板についたなら肉体の喜びを感じてくれるといいのだがね野村はおかしさに紛れて笑いながらうっかり言ってしまったのだが女の表情が変わってしまった表情の変わったあげくに女はとうとうシクシクと泣き出したのである悪いこと言いすぎだね 許してくれたまえけれども女は怒ったのではなかった女は泣きながら涙のたまった目でうっとりと野村を見つめて祈るようにささやいた許してちょうだいね私の過去が悪いのよすみません本当にすみません女は野村の膝の上へ泣き崩れてしまった野村はその可憐さに耐えかねて 泣きじゃくる女に口づけした涙のように口も濡れその感触が新鮮であった野村は上官に耐えかねて女を抱きしめた女は泣き身も抱えて逆上する感激を表し背が痛むほど野村を抱きしめて話さなかったがしかし肉体そのものの真実の感動と喜びはやはり欠けていたのである。 野村は心に絶望のため息を漏らしたがそれを女に見せないように努めたけれども女はそれに気づいているのであるなぜなら興奮の冷めた女の目に憎しみがひらめいて流れたのを野村は見逃さなかったから野村の住む町の辺りが一里四方もやけ野になる夜が来た何がさて工場地帯であるから ガラガラ言う焼夷弾は振りしきりおまけに爆弾が混ざっている四方が火の海になった前の道路を避難の人々が押し合いへし合い流れている僕らも逃げるとするかねええでも女の顔には考え迷う影があった消せるだけ消してちょうだいあなた死ぬの怖い 死にたくないよ。例のガラガラ落ちてくるとき心臓が止まりそうだね。私もそうなのよ。でもあなた。女の顔に必死のものが流れた。私、この家を焼きたくないのよ。このあなたのお家私の家なのよ。この家を焼かないでちょうだい。私、焼けるまで逃げないわ。そのとき、ガラガラ音がすると。 女は野村の腕を引っ張って防空壕の中へ潜った抱きしめた女の心臓は恐怖のために大きな動機を打っていた体も怯えのために固くすくんでいるのであるなんという可愛いそして正直な女だろうと野村は思ったこの女のためにはどういう頼みでも聞いてやらねばなるまいと野村は思ったそして彼は火に立ち向かい 死にに立ち向かう意外な勇気気がが湧き出たたことに気がついた「よろしい君のために頑張るぜまったく君のためにさええでも無理をしないで気をつけてちょっと矛盾しているぜ」と野村は冷やかしたあふれ出る広い大きな愛情と落ち着きを懐かしく自覚した 処方の水槽に水を満たし家の四方に水をかけた女もそれに手伝った二人はすでに水だらけだった火はすでに近づいている前後左右全部である大きすぎる火であったがいよいよ林家へ燃え移ると案外小さな林家だけのものであり火の海の全部を恐れる必要がないという確信が湧いた 野村はそれほど活躍したという自覚も持たないうちに林家の火星は衰えそして二人の家は焼け残った一兆四方ほどを残して火の海であるがその火の海はもはや近づいてこなかったどうやらうちも命も助かったらしいぜ女は空のバケツを持ったまま庭の土の上に仰向けに倒れていた 精魂突きはてたのである野村も精魂突きはてていた疲れたね女はかすかに首を動かすだけだった疲労困ぱいの中ではせっかくの感動も一向に力がこもらないけれどもふと涙が流れそうな気持ちになったそれでふと女の顔を見たい気持ちになったのだが 覗き込むように女の顔を見るとあなた女は口を動かした死んだように疲れていた野村も一緒に土肌に寝て女に口づけをすると「もっと抱いてあなたもっと強くもっともっとよそうは力がなくなったんだよでももっとよあなた私あなたを愛しているわ」 私わかったわでも私の体どうしてダメなのでしょう女はほとばしるように泣きむせんだ野村が女を愛撫しようとすると「いやいやいや私あなたにすまないのよ私死ねばよかったねえあなた私たち死ねばよかったのよ」しかし野村はさして感動していなかった 感動はあったが、そのあべこべの冷ややかなものもあったのである。いつも一時的に興奮し、感動する女なのである。今日の女はかわいい。しかし、浮気の本性はどうすることもできる女ではない。空襲国家の女であった。女が野村を愛すのは、野村の中のものではなく、空襲の中にその愛情の正体があるのを。 女だけが知らない,だけだいつもこんな女だったら俺は幸福なんだがなそして戦争がいつまでも続けばいいと野村は思った女は遊ぶということに執念深い本能的な追求を持っていた「博打が好きである」「ダンスが好きである」「旅行が好きである」 けれども空襲に封じられて思うようにいかないので自転車の稽古を始めた野村も一緒に自転車に乗り2人揃って2時間ほど散歩するそれが確かに面白いのである交通機関が極度に損なわれて歩行が主要な交通機関なのだから自転車の速力ですら新鮮であり思想を呈した焼け野の町で変に世紀がこもるのだ。 今となっては馬鹿げたことだが一杯の茶を売る店もなく商品を売る商店もなく遊びのないのがすでに自然の状態の中では自転車に乗るだけで楽しさが感じられるのであった女は興奮と疲労とが好きなので自転車乗りがひとき楽しそうであり二人は遠い町の貸本屋で本を探して戻るのであるその貸本がすでに数百冊となり 戦争が済んだら私も貸本屋をやろうかなどと女は言い出すほどになっている野村には明日の空想はなかった敵に上陸され男という男が駆り出されて竹ありを持たされて幸運に生き残っても人とかどこかへ連れて行かれて一生奴隷の暮らしでもすることになるのだろうと思っていたのだだから戦後の設計などは何もない その日その日があるだけだ「女は殺されないし大事にしてくれるだろうから羨ましいね」と野村は女をからかうのだが近頃ではあんまり気楽にこのからかいも口に出なくなってきたどうも実感がありすぎる冗談ではなく目前にその情勢が迫っておりその上明らかに女自身がそのことを意識しているのである意識するだけではない 積極的に夢と希望を持ち出したのではないかと野村は思った敵兵と恋を語る結婚し大事にされて一気に豪華な生活をやることなどあれこれと思い描いているのではないかと思うのである近所の女将三連が56人集まって強姦される話をしている真実の恐怖よりもその怪しさに何かの期待があることを野村は感じていた 女の肉体は恐ろしいその肉体は国家などは考えずただ男だけしか考えていないお上三連がそんな話を語っていると初対じみたその人たちが初対じみているほどかえって生き生きと若返っているような不定なものを特別感じさせられてしまうそこへ行くと野村の女はもともとそれだけの女なのだから話ははっきりしている 貸本屋なんて馬鹿げた話さ、英語でも今から覚えて酒場でもやって大いに可愛がってもらうことだな。と冷やかすと、不真面目な商売はもう嫌なのよ。不真面目ったって、もともと負けた国の女に人格なんて認めてもらえるものか。だって、真面目な人もいるでしょ。私は真面目な人と真面目な恋をするのよ。 本気でそう信じているのだろうと野村は思ったしかしさすがに女もこの空想には自信がないから必ずしも明るい希望は持っていないけれども全ての女が強姦されるということに興味を持っているようだったそれは女の経歴から来た復讐的な意味があるように思われたみんな愛の子を産むでしょうよ 女の目に悪意がちらついているのである。ねえあなた、私たちは自転車で山奥へ逃げましょうよ。私は永遠にあなたのものよ。そんな言葉を野村は相手にしなかった。女自身がしゃべりながら全然信じていないのだ。第一、信じる信じないの問題ではない。すべては戦争が解決する。こっちの意思は無意味でしかない。 女とのつながりも敵が上陸してくるまでだと野村は信じている。女もそれを信じているのだ。だから野村を愛すこともできるのだし、一応家庭的な収まり方もしていられるのだ。野村とのつながりを永遠と見れば浮気をせずにいられるはずはないのである。けれども野村はある日ふと悲しい自分に気がついた。 敵が上陸し、処方が占領され、戦争が行われているとき、いくらかの荷物を積み、女と二人で自転車を並べて山奥へ逃げる自分の姿を本当に考え込んでいたのである。彼は自転車に積むわずかな荷物の内容についてまであれこれと考えていた。途中で同胞の敗残兵に強奪されたり、女が強姦されることまで心配していた。 悲しい願い願だと野村は思ったすると彼は日本人がみんな死に二人だけが生き残りたいとやけくそに空想したそうすれば女も浮気ができないだろうけれども彼はそれほど女に執着しているのでもないしかし事実は大いに執着しているのではないかと疑うだんぐる時があったなぜなら 戦争により全てが破壊されるというはっきりした限界があるので愛着にもその限定がないない働きそして落ち着いていられるのではないかと思われたからである何戦争の破壊を受けずに生き残ることができればもっと完全な女を探すまでだこの不遇な女体に逃げられるくらい平気じゃないかと思うその不遇な女体が不遇ながら 一つの魅力になり出している。野村は女の死体を様々に動かしてむさぶることに疲れ始めていたのである。そんなにしては嫌よ。敵が上陸してくるまでだよ。君も辛抱してくれないか。かわいそうな日本の男のために。女もその日の到来を信じているのだ。なぜなら野村がそう言うともう逆らわず、されるままになっているから。 それを見ると野村は憎くなるのであった。女を苦しめずにいられなくなる。彼は女の両腕を羽がいじめにして背の方へねじ上げた。情欲と憎しみが一つになり、そのやり方は凶暴であった。いた、いた、何をするのよ。女はもがこうとしてもダメだった。そして突然、ひいという悲鳴を出した。 野村はさらにその女の背を弓なりにくねらせ、女の首をガクガク揺さぶった。女は歯を食いしばって苦悶した。そして、うーっといううめきだけが、揺さぶれる首から漏れた。彼は女を突き放したり、転がしたり、抱きすくめたりした。女は抵抗しなかった。うめき、疲れ、もだえ。しかし、むしろ満足している様子でもあった。 けれども女の快感はやっぱりなかったそして情欲の果てに野村を見やる女の目には憎しみがあったそして情欲とは無関係な何かを思うしらじらしい無表情があった野村はその無表情のしらじらとした女の顔を変に心に絡みつくように考えふけるようになった一言にして言えばその顔が忘れかねた その顔に対する愛着は、女の不具な感覚自体を愛することを意味していた。最後の日。それは奇妙な合言葉だが、それが愛情の最後の破壊の日であることはともかくとして、この合言葉が二人の情欲を構成している支柱でもあるのを野村ははっきり知ったのだ。いや、王もない死との戯れ、戦争。二人の情欲にそれがこもっていた。 女体だけがたくましいのではないこの俺だっていや人間がたくましいのだなと野村は思うそして戦争がいつまでも続いてくれと思った野村は女に疲れていた戦争の終わる5日前に野村は怪我をした原子爆弾の攻撃が始まったので いいよいよ死ぬ日も間近になったらしいなと思ったけれども行きたい希望は強かったそこで防空壕の修理を始めた焼け跡の土台石をもらってきて防空壕の刺繍に壁を作り出していたのであるその石が5つ崩れて野村の足の上へじりじり足してきた上の一つだけ手で押さえたが下から崩れてきたので防ぐ方がない 堪えると足が折れると直角したのでできるだけ静かにじりじりと後ろへ倒れた足は素足であった石は膝の骨まで食い込んでいた経験したことのない激痛の中に絶望しようとする心と意志とがあった塀の外を人の足音がしたので救いを求めようとしたがその人が何事かと聞き返し 了解して駆けつけてくれるまでの時間には足が折れると思った。彼は一つずつ石を跳ねのけ始めた。石は一つ15巻あり、尻餅をついた姿勢で跳ねのけるには異常の力が必要だった。全部の石を取り去ることができた時、彼はめまいと喪失を感じかけたが、石の力が足の骨折を助けたことに満足の気持ちを覚えた。 それと同時に歩行に不自由ではいよいよ戦争にやられる時も近づいたようだと思ったそして初めて女を呼んだそしてリヤカーに乗せられて病院へ行った終戦の日はまだ歩くことができなかった生きて戦争を終わり得ようとは 傷の苦痛が生々しいのでその思いは強かったけれどもいよいよ女とはお別れだなこの傷の治らぬうちに多分女はどこかへ行ってしまうだろうと考えたそれはさして強烈な感情を伴わなかった戦争が終わったんだぜそういう意味なの女はラジオがよく聞き取れなかったらしい あっけなく済んだね。俺もいよいよやられる時が近づいたと本当に覚悟しかけていたのだったよ。生きて戦争終わった君のご感想はどうですバカバカしかったわね。どうだかね。君は戦争が好きだったよ。女はしばらく捉えがたい表情をしていた。多分女も。 二人の別離について直感するところがあったろうと野村は思った「本当に戦争が終わったの?」「本当さそうかしら」女は立って臨海危機に出かけた1時間ほども隣組のあちこちをしゃべり回って戻ってきて「温泉へ行きましょうよ」「歩けなくちゃしようもない」 日本はどうなるのでしょうそんなこと俺にわかるものかねどうなっても構わないわね。どうせ焼け野だもの。美味しい紅茶いかが欲しいね。女は紅茶を作って持ってきた。野村が起きようとすると、飲ましてあげるから寝ていてちょうだい。はい、召し上がれ。嫌だよ、そんな子供みたいにさじに半分ずつしゃぶっていられるものか。 こうして飲んでくださらなければあげないから、本当に捨てちゃうから。つまらぬことを思いつくものじゃないか。病気でおまけに戦争に負けたから、うんとかわいがってあげるのよ。かわいがられておいや。女は口に含んで野村の口に移した。今度はあなたが私に飲ましてちょうだいよ。ねえ、起きて、ほら。嫌だよ。 寝たり起きたりでもよお願いだからほらあなたの口からよ女は寝てうっとり口を開けている女は少量の紅茶をいたわるように飲んで口の周りをなめたまぶしそうに笑っている「ねえあなたこの紅茶に青酸カリが入っていたら私たちもう死んだわね」嫌なこと言わないでくれ。 大丈夫よ、入れないから。私ね、死ぬ時の真似がしてみたかったのよ。東条大将は死ぬだろうが、君までが死ぬ必要もなかろうよ。あなた、空襲の火を消した夜のこと、覚えているうん。私本当は一緒に焼かれて死にたいと思っていたのよ。でも、無我夢中で火を消しちゃったのよ。ままならないものね。 死にたくない人が何万人も死んでいるのに私生きていて何の希望もないわ眠る時は目が覚めないでくれればいいのにと思うのよ野村には女の心が計りかねた語られている言葉に真実がこもっているのか皆目見当がつかなかった彼はただなぜだか女との激しい遊びの後の女のしらじらと無表情な顔を思い出していた あの時何を考えているのだか聞かずにいられなくなってしまった君はその時しらじらとした無表情の顔をするのだよ僕を憎む色が目をかすめる時もある君は僕を憎んでいるにそういないと思いはするがその他にまるで僕には得体の分からぬ何かを考えているのじゃないかと思っていたのだがねあの時何を考えているのか 教えてもらうわけにいかないかね女はわけがわからないという顔をしたその後では照れたようにかすかに笑った「そんなこと聞くものじゃないわ女は深刻なことなど考えておりませんからそして真面目な顔になってあなたは私を可愛がってくださったわね」 君は可愛がられたと思うのかいええとてもよ女の返事は素直であった女は例の一時的な感動に興奮しているだけなのだと野村は思ったそして感動の底を割ればいずれは別れる運命別れずにいられぬ女自身の本性をかぎ当てていることの表れではないかと疑った僕はかわいがったことなどないよ いわばただ色がきだね。ただ浅ましい姿だよ君を侮辱しむさぼっただけじゃないか君にそれが分からぬはずはないじゃないか彼は吐き出すように言ったでも人間はそれだけのものよそれだけでいいのよ女の目が白く鈍ったように感じた驚くべき真実を女が語ったのだと野村は思った このののの言葉だだだけは女の偽らぬ心の一部だと悟ったのだ遊びが全てそれがこの人の全身的な思想なのだそのくせこの人の肉体は遊びの感覚に不具だったこの思想にはついていけないと野村は思った高められた何かが欲しいけれども所詮夫婦関係はこれだけのものになるのじゃないかという気にもなる 案外良い女房なのかもしれないと野村は思ったいつまでもこのままでいたいね本当にそう思うの君はどう思ってるの私は死んだ方がいいのよと女は当たり前のことのように言ったまんざら嘘でもないような響きもこもっているようだった陰本な自分の性根を憎むせいだろうとしか思われなかった 死ねるものか。ただ気休めのおもちゃなのだそして野村は言葉とはあべこべに女とは別れた方が良いのだと思い巡らしていたあなたは遊びを汚いと思っているのよだから私を汚がったり憎んでいるのよもちろんあなた自身も自分は汚いと思っているわけれどもあなたはそこから抜け出したいもっときれいに高くなりたいと思っているのよ 言葉ともに女の目には憎しみがこもってきた顔は険しく険悪になったあなたひきょよご自分が汚くていて高くなりたいの抜け出したいのそれは卑きよなぜ汚くないと考えるようにしないのよそして私を汚くないきれいな女にしてくれようとしないのよ私は親に女郎に売られて男のおもちゃになってきたわ私はそんな女ですから遊びは好きです 汚いなどと思わないのよ。私は良くない女です。けれども、良くなりたいと願っているわ。なぜあなたが私を良くしようとしてくれないのよ。あなたは私を良い女にしようとせずに、どうして一人だけ抜け出したいと思うのよ。あなたは私を汚いものと決めています。私の過去を軽蔑しているのです。君の過去を軽蔑してはいないよ。僕はただ思うのだ。 君と僕との結びつきの始まりが軽率でよくなかったのだとね僕たちは夫婦になろうとしていなかったそれが二人の心の形を決めているのではないか女は大きな開かれた目で野村を睨んでいたそれから振り向いて寝転んで布団をかぶって泣き出した野村はなおも意地悪く考えていた 女はなぜ怒り出したのだろうそれも要するに自分の陰本な血を嗅ぎ当ててむしろその毒血自体がのたうっているあがきであり見ようによっては狡猾なからくりであり女はそれを意識していないであろうがまるで自分が陰本なのは野村が高めてくれないせいだというような仕掛けにもなっている。何と言っても野村には女の過去の陰謀無来な生活ぶりが頭の芯に絡みついているのだ。 それを女にあからさまには言えないが、それは確かに毒の血の自然がさせる振る舞いで、理智などの抑える手段となり得ぬものだと見ているのだ。戦争は終わった。これからは空襲がないということは、なんという張り合いのないことだろう。野村ですらそう思う。まして女は、そういう空虚を肉体的にかぎあて、その肉体の複雑な思考が始まっているのだろうと思われるのだ。 戦争の間だけの愛情だということは二人の頭にこびりついていた敵の上陸する日までそれは二人の毎日の合言葉であり言葉などの及びもつかぬ愛情自体の意思ですらあったその戦争が終わったのだ「女は本当に一緒に暮らしたい気持ちがあるのかな」と野村は考えてみても信じる気持ちがなかった 咽頭の血が空襲警報に紛れていたが、その空襲もなくなるし、夜の明るい時間も復活しいろいろな遊びも復活する。女の血が自然の陰本に震い出すのはわずかな時間の問題だ。止めようとして止まるものか、高めようとして高まるものか。野村は終戦を恐れていたが、終戦になってみるとかえって覚悟は決まったようだ。 何女だってそうなのだ。野村に食ってかかった女は、二人の愛情の永続を望むような言葉のくせに、見よによっては野村よりも積極的に、すでに二人の破綻のための工作の一歩を切り出したようなものだと野村は思った。女はいつでもいい子になりたがるのだ。自分の美名を用意したがるものなのだと、急に憎さまで湧いてきた。女は 一泊の旅行にでも来たような身軽さでやってきたのに出る時はそうもいかないものなのか何しばらく引頭を忘れて他の男の目当てがないから今だけはこんな風だが今にこっちがへききするようになるのは分かりきっているのだと野村はだんだん悪い方へと考える女のわがままを見ぬふりをして一緒に暮らすだけの茶器は持ちきれないと思ったもう飛行機が飛ばないのね 女は泣き止んで寝そべって頬杖をついていた「もう空襲がないのだぜサイレンも鳴らないのさありえないことのようだね」女はしばらくして「もう戦争の話はよしましょうよ」イライラしたものが浮かんでいた女はぐらりと振り向いて仰向けに寝転んで「どうにでもなるがいいや」 目を閉じた食欲をそそるかわいいみずみずしい小さな体であった野村はその時女の可愛い死体から不意に戦争を考えた戦争なんておもちゃじゃないかと考えた俺ばかりじゃないんだどの人間だって戦争をおもちゃにしていたのさと考えたその考えは変に真実がこもって感じられた もっと戦争をしゃぶってやればよかったな。もっとヘトヘトになるまで戦争に絡みついてやればよかったな。血ヘドを吐いてくたばってもよかったんだ。もっとしゃぶって、絡みついて。するともう戦争はかわいい小さな死体になっていた。戦争は終わったのか。と野村は女の死体をむさぼり眺めながら、ますます冷たく冴えわたるように考え続けた。